連続再生、すごい音声配信アプリスタンド FM に先週実装されました新機能を、それがハッシュタグ検索連続自動再生です。ハッシュタグ検索をして、その検索結果が自動再生できると、連続再生できるというものなんですが、まあ便利かもと思ったくらいで、当時はね、それほどあんまり気に留めてなかったんですね。しかし、あるハッシュタグを見つけ、その検索結果や再生の充実ぶりに新たな可能性を感じて、それでは早速学んでいきましょう。 おはようございます。クリエイターの香川です。いつもご視聴ありがとうございます。それでは今日のお品書き。ハッシュタグ検索の連続再生とは、私が見つけた秀逸なハッシュタグ、プレイリスト機能がつくまでのつなぎです。いやー、このハッシュタグ、 自動連続再生。これね、思った以上にいい機能ですね。もちろんプレイリスト機能が実装されれば、もうそれにね、越したことはないんですけども、思った以上に使い方に可能性があるなと思ったのでご紹介します。 スタンド FM という音声配信アプリでハッシュタグ検索をします。そうしますと、ハッシュタグに関連するハッシュタグがまずはずらーっと出てきます。そして気に入ったハッシュタグをタップしますと、そのハッシュタグを概要欄につけていますエピソードが人気順、新着順で出てきます。そしてどれかの再生マークをポチッとタップしますと、そのエピソードが再生終了しますと、次のエピソードにも自動的に連続再生されるという機能。それがハッシュタグ検索連続 自動再生ですいやー、ですから、私としては、当時、アップデートの発表があった時に、あーまあ、同じようなテーマのエピソードを見つけて、連続再生できるんだなーぐらいにしか思ってなかったんですよ。あとは、歌ってみた配信で、例えば、中島みゆき歌ってみたというハッシュタグがあったら、まあ、中島みゆきさんの何かしらの曲を歌ってみた配信した、そういうエピソードがずらーっと出てくるんだろうなというふうには思ったんですね。 ですから実際、中島みゆきで検索しますと、たくさんのハッシュタグの検索結果が出てきます。そして、歌ってみた配信、だいたいまあ3分から5分ぐらいのエピソードがずらーっと並びますので、どれかをタップすると、まあ糸とか、中島みゆきさんの代表曲がこう連続再生されて、こう楽しめると。 いうような機能に結果としてなっています。ですが、まあ、たまーにですね、たまーに中島みゆきというハッシュタグをつけていても、普通にこうトークが10分とか20分続くエピソードも出てきちゃうので、そうするとこうなんかね、曲を聴くプレイリストのような感覚では聴けなくなっちゃうところは、まあまあ今後のアップデート、もしくはプレイリストに期待なんですけども、それでも綺麗にそういう歌ってみたが並んでくれる限りは、あの本当に心地よく音楽を聴けるというところは可能性を感じます。 で、これ、ポッドキャストだとできないんですよ。ここがポイントです。なぜかというと、ポッドキャスト、アップルポッドキャスト、スポティファイなどは、実は楽曲申請をしたとしても、歌ってみたは、権利上できないんですね。これはジャスラックに確認済みです。アップルポッドキャストは、包括提携には入っていませんというのは確認済みなんですね。ですので、ポッドキャストだと、歌ってみた配信が少ないんですよね。でも、ラジオトークやスタンド FM は、 楽曲申請すればアカペラもしくは演奏してみたは可能なんですよね。特にスタンド FM の場合はジャスラックもしくはネクストーン両方の曲を歌う演奏するというのが可能ですので、これは本当にスタンド FM ならではの楽しみ方だなということでこのハッシュタグ検索、まず一つ目可能性を感じました。 そしてもう一つがですね、朗読や声劇なんですね。朗読のタグ、まあいろんなハッシュタグあるんですけども、私がたまたま見つけたのは、はい、こちら、ボイスラボというえジダックさんがやられています、ショートストーリーの創作をスタンド FM で発表しています。ノートを見ますと、無断転載上演、 朗読等お断りしますとありますが、ジダックさんご本人が朗読されているものや、声劇として収録されているもの、また許可などを取られて、他の方が読まれているものなどを見つけることができます。で、ここでハッシュタグ、ジダックストーリーとついているんですね。つまり、ジダックストーリーというハッシュタグ検索をすると、なんと、このジダックさんが書かれたショートストーリーが、まあ、連続再生されると。しかも、 例えば同じ話であっても違う人が朗読するというまた違った味わいで聞けるということで、これね、新たな可能性だなと思ったんですよね。ショートストーリーで、まあ長いものですとちょっとこう連続再生する意味がね、薄れちゃうかもしれませんけども、本当にこのショートの、まあ、3分から5分のショートストーリーをこういろんな人の語り口調で聞ける。 もしくは、ジェダックさんが書いた作品の、いろんな作品が連続して聞けるって、これって結構新しいなと思ったんですよね。これが、まあそのプレイリストで似たようなことは多分できると思うんですけども、やっぱりそれを作る手間が発生しますし、あとはそれを発見するというのも面倒になりますので、やっぱりこう自然発生的に出てくるものを、ハッシュタグ検索だけで、 連続再生、いろんな、こう、味わいで聞けるというのは、これは新しいなんか楽しみ方だなと思ったんですよね。で、これ、ポッドキャストではやっぱり多分難しいと思うんですね。ハッシュタグ検索っていうカルチャーはあんまり聞いたことがないので、独自の音声配信ならではの楽しみ方かなと思ったんですよね。ですから、まあ私個人的には本当にショート、まあ3分ぐらいのショートストーリーがいろいろこう充実していって、そしてハッシュタグ検索を想定した何かハッシュタグをもともとつけてください。 これね、ぜひ、朗読をされてる方で、ハッシュタグをあまりつけていない方、ぜひぜひつけてくださると、朗読の一ファンとしてもですね、まあ、疑似オーディオブックに触れてみたいと思いますので、朗読配信をしてる方、ぜひ、ハッシュタグをですね、つけて、ハッシュタグをつけて、ぜひ、こう、プレイリストかのように再生されるような、新しい楽しみ方だなと思いました。 なので、このハッシュタグ検索連続再生なんですけども、当然ですね、そのプレイリスト機能が出れば、まあ、ほぼほぼ置き換わるとは、もちろん思います。ハッシュタグというのは、誰でもつけられるものですから、不足のハッシュタグ、不足のエピソードが出てきちゃうことも当然あるわけですよね。 で、まあもちろんハッシュタグ検索であまり好みじゃないものをこうスキップするみたいな機能が追加されればもちろんいいんですよ。私、あのフィードバックはしましたけど追加されればいいんですが、まあ多分すぐはそうはならないと思うんですよね。でも、人気順、新着順とかで並べ替えられるオーディオブックがね、たくさんあると思うとワクワクしません ただ、やっぱりそういう注意事項のもとに運用されるので、ぜひプレイリスト機能で早く実装してほしいなとは思いますし、あとはその朗読配信や歌ってみた配信をされる方も意識してつけてくださると危機線としては嬉しいです。そしてあとスタンド FM さん、ハッシュタグ検索、検索結果がなぜか10件とか、 個数に制限があるの。これぜひ撤廃してください。もっと素敵なハッシュタグ絶対あるはずなんですね。中島みゆきハッシュタグで検索をしても、まあ、中島みゆきさんに関するトークも当然引っかかってきますので、やっぱり期待したいのは中島みゆき歌ってみたハッシュタグとかなんですよね。もしくは、 80年代 J-POP 歌ってみたとかね。そういうので、プレイリスト的にいろんな曲が聴けると楽しいですよね。人気順、新着順で並べ替えられますから、新着順ってなったらね、最新 J-POP っていうハッシュタグで、新着順ってやったらね、Ado さんとか y o a s o b さんが出てきたりとか、人気順でやると、ね、ミスターチルドレンとかがね、いろいろ出てきたりとか。まあなんか楽しい感じになりそうじゃないですか。ですので、ぜひぜひですね、そういったコンテンツを配信されている方、 ハッシュタグを意識して投稿してみてはいかがでしょうかスタイフさんぜひまた新機能追加お願いします。本当にいつもありがとうございます。クリエイターエコノミーニュースではカグアが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。まあ、たまーにこんな感じにノウハウや私自身のコラム的な配信もしています。毎日の収録配信、夜10時からのライブ配信、 1> 週1回無料のニュースレター3つの媒体で配信していますのでぜひお好みのものをフォローしてくださると本当に嬉しいです。それでは週末皆さん楽しんでくださいね。行ってらっしゃい。